ああ、結界だ。気を引き締めろ、ノエル。これからが本番だ。はい。新規召喚。ミネルヴァ、お前は切り札だ。破壊されちゃ困る。後ろに下がってろ。行きます。あ、いや、ちょっと待て、ノエル。何ですか、いきなり。見せかけだ。この結界に意味はない。行くぞ。え？あ、はい。なんでマスターユニットアマテラスが。あれも幻影だな。多分あれがレクイエム。やれやれ、待ちくたびれたぞ、兄様。そうよ、冥王イザナミ。私は、いえ、私たちはあなたを止めに来ました。黙っている人形、世は兄様。ラグナダ・ブラッドエッジと話をしている。邪魔をするでない。サヤ、あの結界は何だ。ほう、気がついたのか。そう、そなたたち以外を排除するようにできている。決してここにたどり着けないように。やっぱり俺たちを別々にしたのはそのためか。で、なんでこんな回りくどいことをする。俺たちだけお前のところに呼べば済んだことだろう。わずかだが、考える時間を与えたまで。考える、何度試しても無駄だという事実。その人形が全てを無に帰すのを、そなたも見たであろう。ならば何をすべきか。視覚者ではない兄様だからこそ、ノエル・バーミリオンの干渉を受けない兄様だからこそ理解できたはずだ。そなたなら、ノエル・バーミリオンを殺し、真なる青を手に入れることができる。真なる青の総炎の書、ブレイブルー。さすれば神の観測を消え、そなたの思い通りの世界を想像できるのだ。何を迷う、何も難しいことはないぞ。その人形を殺すだけだ。そして青を手に入れよ。そなたの夢を叶えるために。どうした、正しい世界は目の前にあるのだぞ、兄様。前にも言ったはずだぜ、サヤ。うん。俺は誰も殺さねえ。お前もノエルも誰もだ。待って、今度こそお前を助けてやる。ラグナさん、まだそのような世前もと思うすか、愚か者。これが最後。俺がお前を助けるか、お前が俺を殺すか。無論結果は確定している。この事象の末路は死だ。そううまくいくか。だったら試してみろよ。この死にたがり。The wheel of fate is turning. Rebel One, action. くらえ、立て直せ。くらえ、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 く
諦めというのだ。笑わせるなよ、イザナミ。誰が何を諦めたって。俺が鞘の体を切らない。また前みたいに自傷干渉を起こされるからか。それとも俺が助けると決めたからか。くだらぬざれ言を。 お前の妄言の方がくだらねえだろうが。その不快な笑いをやめよ。そなたの命を瞬時に消すことなどたやすいのだぞ。ならなんで殺さねえ。たやすいんだろう。答えは簡単だ。お前が俺をこの世界に呼んだからだ。 黙らねえよ。俺がノエルを殺して新しい世界を作ること。お前の夢がこの俺だ。黙れと言っている。ラグナさん、ミネルヴァ、分かってる。私も信じてるよ。 セリカさんを信じたラグナさんならきっと。どうした来いよ。まだ終わりじゃねえぞ。何を狙っている。何をだよ。気づかぬとでも思うか。 先ほどからのそなたの技、まるで世を抑え込もうとでもしているかのように。面白い。ならばその策とやらを見せてみよう。そなたの命が尽きるその前に。イザナミ！決着だ。 そうや。そなたの言う通りだ。そなたは世の夢を知るのだ。だがその夢はここで終わる。さらばだ兄様。 ごめんなさい。あなたの意識のすべてがラグナさんに向く。この時を待っていたの。人形貴様。観測開始。次元境界接触要素体。対象を同一体と認識。あなたがサヤさんなら怖がらないで。
なたのその魂を全部私が受け止めるから。大丈夫、私たちは一つになるの。貴様まさか世の魂を奪うつもりか。己、汚らわしい人形ごときが神と同義であるよ。さやさん、お願い、答えて。己とでも言うと本気で思うたか。え、装置がこそこそと木を見計らっていたことなど最初から気づいていたわ。しかしどのような手で世を封ずるつもりかと思えば、まさか成功法とは。呆れたものよ。装置ごときが世を、神である冥王イザナミを殺し、サヤの魂と一つになるのが狙いか。冗談もほどほどにせよ。魂を喰らい、世が神と一つになる。マスターユニットとそのドライブが正しき姿に戻る。そこからようやく正しき虚無が生まれるのだ。ノエル、おい、ノエル！兄様、ラグナさん、私。どうやらうまくいったみてえだな。二人と融合したんだ。無理するなと言いてえが、時間がねえ。イザナミが消えて、レクイエムが起動しちまったらしい。
ミネルバ、すまね。あれを止めてくれ。あなたを犠牲にすること、本当にごめんなさい。それから本当にありがとう、ミネルバ。セリカによろしく伝えてくれ。ずいぶん遠くに飛ばされたみてえだが、ここどこだ？それに、このチリチリする違和感は一体？おい、大丈夫か、ノエル？はい。本当に大丈夫か？気持ちはわかるが、今は干渉に浸っている暇はねえ。滅びが止まったと言っても、マスターユニットを何とかしねえと、また繰り返すだけだ。大丈夫です。分かっています。私たちで、この世界を救いましょう。ラグナサ・ブラッドエッジ。よし、その息だ。あれ？急になんだよ。ん？兄様、どうかしましたか？それより、ラグナさんこそ傷の方は大丈夫なんですか？いや、ああ。大丈夫なんだけどさ。融合の副作用だろう。記憶の結合がまだうまくできていないようだな。ここの絵か。やりましたよ。うまくいきました。そのようだな。だがノエル、他の記憶をあまり覗くな。他のものを受け入れたい気持ちはわかるが、無理をすればお前という存在自体が危うくなるぞ。まずはノエル・バーミリオンとしての記憶を優先し、他はただの情報として捉えろ。最初は違和感があるかもしれないが、時期になれる。そうみたいですね。わかりました。ここの絵、レクイエムはミネルヴァが止めたぞ。そうか、ご苦労だった。それでこの場所だけどよ。って、なんだよ。イザナミを倒したってのに、パッとしねえ反応だな。滅びは止まったんだろう。せめてもっと嬉しそうにしろよ。これが見えるか。あ？なんだこれ。真っ白ですね。あれ？これ、どこかで見たような。カグラがいたはずの空間だ。なんだと？あ、ちょっと待ってください。カグラさんは、カグラさんは無事なんですか？消滅、いや、正確に言えば魔素化した。魔素化？そんな、カグラさん、どうして白い空間？あ、嘘、まさかこれって。滅びはまだ止まっていない。どういうことだよ。イザナミとノエルが融合すれば滅びは止まるんじゃなかったのか。そうだ、融合が成功すれば滅びは止まるはずだった。だったって、お前。私のところに調停者が来たよ。調停者？レクイエムの破壊に成功したようだな、ミネルヴァ。すまない。カグラ、聞こえているか？ラグナたちがレクイエムの破壊に成功したぞ。おい、カグラ。なんだ、
水消滅の影響で電波障害でも起きているのか。モニターが真っ白だぞ。テイガ、応答しろテイガ。マスター、ここのへ。ラムダか。テイガーはどうした。マスター、ここのへ。テイガーは消滅しました。ラムダも現状 68% が消滅。現在も進行中です。バカな、滅びは止まったはずだぞ。おいラムダ、どういうことだ。何があった。状況を報告しろ。おいラムダ。クソ、まさかイザナミが生きているのか。いや、反応は消失している。ならば何だ、何が原因だ。ノエル、いやレリウスか。視覚者が視覚を失っただけです。だから消滅しました。何者だ。伝えに来ました、意志を。青の意志を。青の意志だと。はい、滅びは現在も進行中です。視覚者であるあなたたちは選択をしてください。青を手に入れるか、滅びを受け入れるか。滅びが止まっていない、どういうことだ。冥王イザナミは言っていたと思います。マスターユニットアマテラスがこの写し尾に出現した時点で滅びを止めることは不可能。たとえ冥王イザナミを排除してもです。マスターユニット、まさか。ここの絵博士、理解が早く助かります。そうです、意志を持つマスターユニットアマテラスが滅びを認識した時点で冥王イザナミの存在の有無に関係なく滅びは進行します。ふざけるな。では奴らがマスターユニットを召喚した時点で我々の負けだったとでも言うのか、クソが。ここの絵博士、いえ、ここの絵マーキュリー、選択してください。青を手に入れるか、滅びを受け入れるか。決まっている、滅びを受け入れるわけがないだろう。ですがあなたは青を拒絶している。なんだと。あなたは期待しています、ラグナザ・ブラッドエッジに。彼がこの世界を救うだろうと幻想を抱いている。それは決して悪いことではありません。むしろ私が愛する人たちと同じで共感を覚えます。諦めないという強い意志をあなたからも感じるのです。とても懐かしい感覚を。ですがここのエマーキュリー、あなたの資格は現時点で失われました。だから、あなたの存在のバックアップを開始します。バックアップだと？お前、何者だ？私は S、エンブリオストレージ。青の門の守護者であり、調停者です。S、 エンブリオストレージか。ノエル、わかるか。すみません、わかると思うんですけど、あれどこ。クリヒム、青と人との調停。あれあれれ、まだ無理をするな。強引に情報を紐付けようとすると逆に混乱するだけだぞ。お前、頭の回転がいい方ではないだろ。はい、すみません、そうします。
なあ、ここの絵。お前妙に落ち着いてるけど、まさか諦めたわけじゃねえだろうな。諦める？私が？お前、私を誰だと思っている？すでに手は打ってある。この状況を見ろ。なんとか場が維持できているだろう。援軍のおかげでその周辺だけ滅びの進行が遅いはずだ。もしものための異物を混入しておいたからな。だがそれもいつまで持つかわからんから留意しろ。け、異物ね。とりあえず了解だ。で、その S ってやつはどうした？言いたいことだけ言って消えたよ。安心しろ、多分敵ではない。それよりもこれからのことだ。現状を整理したいが、正直先ほど話したことが全てだ。お前たちはとにかくマスターユニットを何とかしろ。マスターユニットを境界へと返し、正しい形に世界が再構築されれば、マソ化した人たちも同時に再構築されるはずだ。おう、任せておけ。ここの絵、お前は状況に何か変化があったら連絡してくれ。とりあえず俺たちはマスターユニットのところに向かう。分かった。それと、ジューベイとレイチェルに未だ連絡がつかない。あの二人なら心配はないと思うが、念のため探してみてくれ。あと、狭間とテルミがまだ残っている。くれぐれも注意しろ。あいつらの方がイザナミよりよほど立ちが悪い。そうだな、了解だ。ラグナザ・ブラッドエッジ、ノエル・バーミリン。あ、なんだ？はい。何が何でもこの世界を救え。約束しろ、必ず救うと。それが私の夢だ。ああ、約束するよ。必ず何とかする。わかりました。必ず皆さんを救います。あれ、博士？ここない博士？行くぞ、ノエル。え、でも必ずみんなを救うんだろ。なら、行くぞ。ここの絵、お前の夢も俺が必ず。必ずなんだ、やかましいな。忙しいから用件なら後にしろ。生きてるなら返事ぐらいしやがれ、このバカが。この空間は何だ、何が起きた？まさかこれは虚無の城。なぜ滅びが止まらない？冥王は消えたはずだろ。それは間違いありません。気配は消滅しました。でもこの感覚、ジンさん、とても嫌な予感がします。急ぎましょう。言われなくてもそのつもりだ。ん？あらら、冥王が負けちゃったみたいですね。ま、どうでもいいのですが。よかったですね、レイチェル・アルカード。あなたの大好きなラグナザ・ブラッドエンジがあの冥王イザナミを倒したみたいですよ。もしもし、聞いてますか？まったく、全然嬉しそうじゃありません。せっかく諜報部らしく報告して差し上げたのに、無視するなんてひどいじゃないですか。あれ、死んじゃいました？おたまりなさい、このチンピラ。
なんだ、元気じゃないですか。心配しちゃいましたよ。それにしてもすごいですね。軽く10回以上は死んでもおかしくない痛みがあなたを襲っているはずなのですが。本当大変ですね。死ねないって。あ、なんだ今の感覚。私も感じた。すごくヤバそう。あのココナエとかいう猫耳からの連絡はないのか。レクイエムっていう兵器は止めたって連絡は受けたけど、それきりダメ。何してもノイズしか聞こえないよ。じゃあ考えてても仕方ねえな。行動あるのみだ。とりあえずマスターユニットとかいうもののところに向かえばいいんだよな。うん、多分みんなそこに向かってると思う。そうか、なら急ごうぜ。え、ストップ。何急に、どうしたの。おい、あんた大丈夫か。大丈夫って何が。私の顔に、ん、頭の上、数値が消えた。さっきまでは見えてたのに。視覚を失いかけています。選択してください。誠ナナヤ、青を手に入れるか、滅びを受け入れるか。お前は知り合い、ナオト。ああ、前に一度、いや二度かな。気をつけろ、見た目と違ってすげえ強いぞ。黒金ナオト、今はあなたではなく誠ナナヤにお話があるので、黙っていていただけると助かります。どう見たってお話って雰囲気じゃねえだろ。ごめんナオト、下がってて。は？あんたも何言ってんだよ。ただあの子の話を聞いてみたいって言ったら変かな。やめとけよ、やばいって。あいつの数値見ろよ。数値？ああ、いや、なんでもない。今のを忘れて。とにかくあの雰囲気はヤバいって。幻想生物とか言われてるすげえヤバいやつと同じ感じなんだよ。ナオト、黙っていてくださいとお願いしたはずです。問答無用かよ。黒金ナオト、やはり異物であるあなたから排除を開始します。ちょっと待った。君、あたしに話があるんだよね。はい。視覚者であるあなたの選択を確認するために来ました。選択って、さっき言ってた青か滅びかっていうやつ。そうです。ですがこれは確認です。あなたの青を拒絶している、それはこの滅びを受け入れるのと同義です。なぜですか。青ってさ、可能性を可能にする力だって冥王イザナミが言ってたけど、それってつまり青の力が何かしてくれるってことだよね。世界も作り変えられるし、みんなの気持ちだって思いのままみたいな。その質問に対する回答はイエスです。そうなら、やっぱり私はパス。なぜです。理解に苦しみます。私はね、自分の力で大好きな人たちを守りたいんだ。青なんてよくわからないものに頼らず、私のできることでね。それにその青の力ですごく苦しんでいる人たちを知ってるから。だから私は私の力で
大好きな人たちを守る。青なんていらない。やっぱりあなたは私の愛すべき人たちと同じです。確認しました。まことなのに現時点であなたの資格は失われました。あなたの存在のバックアップを開始します。バックアップ？まことなのに、あなたへの確認は終了しました。黒金ナウト、あなたの排除を開始します。俺は邪魔者ってか？くそ！って、まことさん！まことなのに、邪魔をしないでください。そう言われてもね。ナオト、悪いけど先に行って。おいおい、バカなこと言うなよ。あの子めちゃくちゃ強いってさっきも言っただろ。一人でどうにかできる相手じゃねえぞ。それにあの子の狙いは俺だ。あんたこそ先に行け。大事な友達が待ってんだろ。そうだよ、私の大事なかけがえのない友達がね。だからこそかな、ナオトが行くべきなんだと思う。だからなんで？わけがわからねえよ。女の勘？もっとわからねえ。お願いナオト、私を信じて。信じろって？俺あんたと知り合ってまだ数時間だぞ。ああ、もう！くそ、なんでだよ。なんであんたもその目には逆らえないんだよ。わかった、先に行く。だけど必ず後から来いよ。必ずだ。ありがとう、ナオト。いいか、あんたを信じたんだからな。必ず来いよ。どうしたんだよ、なんか苦しそうだぞ。いいから聞きなさい、ナオト。あなたは構えに向かって、カグチに構え。このマスターユニットはいいのかよ。構え、早く私が。おいおい、開ける、泣ける。家具土のカバー、それってどこだよ。さて、待っててくれてありがとうね。その質問に対する回答はイエスでありノーでもあります。よくわかんないな、結局どっちなのさ。できればあなたを巻き込みたくなかったというのが回答になります。ならついでに、なんであの子を狙うのか聞いてもいいかな。黒金ナオトはこのエンブリオでの異物となり、滅びの進行の妨げとなります。よって排除するのが妥当と結論されました。なるほどね、ここの絵博士があの子をここに送り込んだのはそれが理由か。それで、あんたはどうするの？どうする？と、申し訳ありません。質問の意図を理解しかねます。理解も何も、あんたはあの子の排除が目的なんだよね。そして私はそれを許すわけにはいかない。素直に引き下がってくれるなら助かるんだけどな。どう？その要望に従うことはできません。そっか、ならこうなるよね。それは戦闘の意思ありと解釈してよろしいのでしょうか。見ての通りだよ。君があの子を狙うなら
私はそれを止めなきゃいけない。マコトナナヤ、敵対行動を解除してください。私はあなたとの戦闘を回避したいと考えています。ならあの子を狙うのはやめてくれるかな。容認できません。繰り返します。敵対行動を解除してください。私はあなたと戦いたくはありません。黒金直人はこの世界の異物でありながら門へたどり着きました。彼の存在は異常事態を引き起こす可能性があります。私はそれを回避しなければなりません。もし正しく滅びが行われなかった場合、どのような不具合が発生するか計測不能です。ご理解ください。でも彼の存在が滅びの進行を食い止めている。ごめんね、こればっかりは譲れないかな。決意は固いようですね。マコトナナヤの障害と認識、対象の殲滅を開始します。同士で殴り合いかい？感心しないね。あ、天音さん？傍観者。誠さんだったかな。あんたを見届けに来た。見届け？あれ？これって。残念だけど、時間だよ。頑張れると思ったんだけどな。消滅が怖くないのかい？怖い？なんで？大丈夫でしょ。私の大切な仲間が何とかしてくれる。私はそう信じてる。すごいね、あんた。素直に賞賛を送るよ。その夢届くといいね。届くよ、必ずね。すると S です。 S ちゃんか。可愛くていい名前だね。なんかすごく懐かしい感じがする。本当はもう少し早く来たかったんだがね。まあ一応は間に合ったと言うべきかな。なぜあなたが干渉を？マコトナナヤのためですか？それとも
何か別の要因があるのでしょうか。おめえさんのためだよ。私に。おめえさんはあの娘さんを手にかけちゃいけねえよ。あなたの行動は理解しかねます。おっと、どこに行くんだい。黒金直人を追います。そうかい、ならどうぞ。止めないのですか。黒金直人は俺の管轄外だ。好きにしなよ。まったく、仕事熱心な娘さんだ。ノエル、ツバキ、あとは任せたよ。マコト、マコト、なんだ、どうした。まだのようですが。あ、白明様、あれを。まだだ。猫か。猫、無事か。遅いぞ白明。十兵衛様、ご無事で何よりです。ああ、俺のことはいい。それよりあいつだ。うざいよ、おじさん。それに、サロユニット、ザルイカ。マジでうざい。あいつの狙いは、マスターユニットだ。あんな奴にマスターユニットを奪われたら、シャレにならんぞ。わかっている。私も。俺もで、まだ戦える。無理をするな、猫。下がっていろ。大丈夫だ。まだ剣は握れる。本来の貴様ならあの程度のもの、軽く切り捨てられたはず。それができるほどに弱っているのだ。いいから休んでいろ。俺の心配など無用だ。その怪我では足手まといだと言っている。何だと貴様。十兵衛様、今まで村雲を止めていただき感謝します。あとは私たちにお任せください。椿弥生、貴様もだ。いえ、私は戦います。そのためにここまで来たのですから。ゼロ式起動。好きにしろ。うわあ、もう、なんでユウの邪魔をするの。うざいよ、あんたたち。いいか、死んで。するわけだ。ずー強い。対観測者用兵装、ゼロ式イザナミ。
イモルタルブレイカあんたの力もミワにちょうだい。でもあなたは邪魔だから殲滅しろ。この程度でやられるものですか。ノエルが来るまでここは私が必ず守る。そういうの鬱陶しい鬱陶しい。あなたはいらない。あなたは嫌い。椿弥生後ろだ。死んで出たり展開放射。迂闊だぞ椿。神兄様。椿大丈夫。ノエル。ああ派手にやられてるな。おいいたのですかダグナザブラッドエッジ。俺だけ扱いが雑だな。やつには歓迎されているようだぞ黒き者よ。けっ、うるせえぞこのお面野郎。それより無楽もだ手ごわいぞ。そうみてえだな。とりあえずお前らは下がってろ。やつは俺が何とかする。冗談も大概にしろ。すでにやつは貴様がどうにかできる相手ではないぞ。いいから黙って見てろ。くだらん。何のつもりだ、ジン・キサラギ。貴様のやり方では、あれを倒しても意味がない。わかるだろ。ここは兄さんに任せろ。今は従ってやる。だが、無理だと判断したら、その時は制止を聞かれる。よいな。ああ。その時は好きにしろ。なーでなーやっとニューのところに来てくれたんだね。ああ、悪い。ずいぶんと待たせたみてえだな。ぶっ飛んだ夢じゃねえか。ま、知ってたけどな。でもね、邪魔ばっかりされるからアークエノンに手に入れたの。それでね、あとそこのマスターユニットさえ手に入れれば完璧だよ。もう誰にも邪魔されない。アークエネンにね、俺の知る限り全部は手に入れてねえはずだ。なのにてめえは異常な力を発揮している。暴走しかかってるほどに。てめえ明美和知を取り込んだろ。何？嘘。そうだよ。だからね、すごく強くなったんだ。ったく、このバカが。バカになってないよ。
だが、私は、私たちはこの世界を、この世界で、こいつ、マスターユニットを殺すために作られたんだから、バカになって、当然だよね。いや、殺しは終わりだ。そしてこのくだらねえ戦いもここまでだ。来いよニュー、お前も助けて。The wheel of fate is turning. Rebel 1.行くかよ。やったよ。石頭のヘッドスパイク。